い、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は、今回はペコちゃん。ペコちゃん。こっちで来たか。はい、今回はね、ミルキーの2つのいちご食べ比べ。あまおうと、とちおとめって書いてあります。とちおとめ。はい。日本の美味しいいちご。あまおうと、とちめん。とちおとめ。あ、とちおとめの美味しさをミルキーにぎゅっと閉じ込めました。ミルキーの食べ比べ。なって。良い、何々味をと。程よい酸味と甘みを楽しむ甘おう、甘おう果実使用だね。甘酸っぱい果実感を楽しむとちおとめ、とちおとめフリーズドライ加工品使用って書いてあります。はい。はい。中に果実、果肉が入ってるんだね。果肉。うん。果肉と、うん、そうそう、果肉と。果肉ってのは、そういうことだ。果肉ってのは果汁の果物のこれにこれの肉が入ってる。いちごだったらいちごの細切れになったやつが入ってる。ほら、粒々入ってるでしょ。怪獣かと思った。怪獣かと思った。2種類入ってるんだねってことは。じゃあ開けていこう。開けていきましょう。本当だ。何が分かんない。どっちだろうね。こっちが甘おうかな。こっちがとちおとめ。え、とちおとめなの。いや、これ甘おうだよ。あ、本当だ。これが甘おうです。このピンク色のが甘おうで、こっちの緑色のやつがとちおとめらしいです。多分ね、多分だけどね、うん。ちょっと開けてみようか。あ、これとちおとめだ。これとちおとめです。こんな感じです。ちょっと見えるかわかんないけどね。つぶつぶ入ってます。はい。つぶつぶ入ってるでしょ。うん、で、こっちが甘おうです、うん。なんか梅干しみたい。うん、ちょっと食べてみます。甘いね。じゃあ程よい酸味って書いてあるけど、酸味がほとんどないんだけど。酸味のこと？間違えて酸味って書いてんじゃないかも。違う、酸味だよ、酸味買ってんだよ。サンマって。サンマの海の海だからね。ちょっととちおとめ食べてみます。うん、一番奥がとちおとめなんだ。なんだろうな、甘おうを食べた後だからちょっとはっきりと分かんないけど、あ、ちょっと甘酸っぱい。あ、本当だ、こっちだ。びっくりした。ほら、お姉ちゃん。はい、ということで今回はちょっとまだこのミルキーが入ってるんだけど、今回は富士屋のミルキー2つのいちごを食べ比べ、あまおうととちおとめを食べてみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、またお会いしましょう。チャンネル登録よろしく。